朝体重を測ったらちょっと増えていました。書いておきます。引き続き頑張ります。3月に入ってからあんまり間食をしないように気をつけて生活をしていたんですけれども、全然体重が変わらず、もっと若い頃はちょっと気をつけるだけで体重が下がっていたのに、代謝が悪くなるとはこういうことを言うのかなって実感しました。デコポンをいただきました。ダイエット中ですが食べます。こちらの皮が厚いみかんを切る道具、りょうこちゃんにもらいました。これが便利なんですよね。こう感じで滑らせると簡単に、これで切れ目が入ったので、こんな感じでみかんの皮を剥いているときにこの皮の汁がカメラに飛ばないように気をつけます。この間そういうことをうっかり忘れて焼肉をしながら撮影していたらレンズに油がついていたことがあってびっくりしました。甘いですかね。甘いです。先日食べたデコポンはちょっと酸っぱかったんですけれども、今回はでも甘いです。よかった。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。